バンバンゲーム、ジャパン株式会社は、台湾のスマートフォン、タブレット用アプリケーションとタブレットパソコンメーカーで、ある、ギチカギ古墳有限講師の日本支社である。製品の設計開発については、ASUS ス,スやクワンタがサポートを行っている。本社は2013年の秋には、台北市で群を抜く、超高層ビルである、台北101にネオン広告を掲載したほか、2016年には、 台北101の年越し花火の独占スポンサーとなった。この時のスポンサー料は4500万元に上る。2016年3月6日、創業者で代表取締役社長の助産安氏は台北松山空港から日本に向かうところを台北101の株式に絡む投資詐欺の容疑で逮捕された。翌7日には300万元の保釈金を払い釈放されたが、 同年7月6日には、台北地検により詐欺及び文書偽造の罪で起訴され、本社及び日本支社の代表取締役社長の座を退く。起訴から1月後の2016年8月3日、一人でウィンドサーフィンを楽しんでいた女子が、歴史体となって発見される。被告人の死亡を受けて、起訴は取り下げられ、詐欺事件の真相は、迷宮入りした。 バンバンゲームのハードウェア開発は女子が率いていたため、同社は事実上の事業停止状態となった。ABCDEF、会社遠隔。バンバンゲームジャパン。2016年11月4日。時点のオリジナルよりアーカイブ。ABCDE、話題のハイスペックアンドロイドタブレット、コロスはいかにして生まれたか。バンバンゲーム CEO が大いに語る。 IT メディア PC ユーザー2013年12月4日2018年11月8日閲覧バンバンゲームハイエンドアンドロイドタブレットコロス発売のお知らせバンバンゲームジャパン2013年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブバンバンゲームのイグゾー液晶テグラ4搭載タブコロスファストから12月中旬発売開始エルミタージュ 秋葉原、エルミタージュ秋葉原。2018年11月8日閲覧。携帯電話ウルフ。予約販売3秒間以内に仙台完売。バンバンゲームジャパン。2015年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。AMDA10&4GB メモリ搭載で手書き入力も。台湾バンバンゲームの ハイエンドウィンドウズ8.1タブ、ホトニエルミタージュ秋葉原、エルミタージュ秋葉原、2015年6月22日、2018年11月8日閲覧。史上最強スペックのアンドロイドタブレット、コロスに発売のお知らせ。バンバンゲームジャパン、2016年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。AB、新新聞、ザイヘこと。 ことたいで、電気創業家、助産やすしできへい。www.new7.com。テイラー・ワッツ。2018年11月8日閲覧。ab、助産隊の命も、宝庫一世なお女。神木光輝先社会自由時報電車法。http コロンスラッシュスラッシュニュース .ltn.com。テイラー・ワッツ。ニュース。ソサイティブレイキングニズ。 178万42852018年11月8日、閲覧。101円化産助賞、詐欺、超森数、人身難も、真、自由財幣。http コロンスラッシュスラッシュ ec.ltn.com。Ec. Com テイラー・ワッツ、アーティクル、ブレイキングニズ、162万41392018年11月8日、閲覧。 イヤー対101個検査材101円化産、助少女三安す総サム押し社会、自由時報電車法。http コロンスラッシュスラッシュニュース .ltn.com。テイラー・ワッツ、ニュース、ソサイティ、ブレイキング・ニズ、162万38932018年11月8日閲覧。岐阜都市助三安す左辺300万候補社会、自由時報電車法。 http://news.ltn.com ュュテイーラー・ワッツニュースソサイティブレイキングニズ16319242018年11月8日閲覧まやかし投資台北101大牢古墳古年円化産助商引礎社会自由時報電車法 h t t p l t n c o m テイラー・ワッツ ニュース、ソサイティ、ブレイキングニズ、175万32482018年11月8日、閲覧。資金不足総入り種101議地下議当座偽造議、当たる公印官社会自由時報電子法。http コロンスラッシュスラッシュニュースドット l t n ドットコム。テイラー・ワッツ、ニュース、ソサイティ、ブレイキングニズ。 175万32952018年11月8日、閲覧。サトシト東座、助産体驚き伝歴平和交山水砂など社会、自由時報電社法。http コロンスラッシュスラッシュニュース .ltn.com。テイラー・ワッツ、ニュース、ソサイティ、ブレイキングニズ、178万42072018年11月8日、閲覧。 株式会社インプレス。バンバンゲーイムの社長が死去。ハードウェア開発収束へ。PC ウォッチ。https コロンスラッシュスラッシュ pc.watch.impress.co.jp スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ 1014364.html2018 年11月8日閲覧。ありがとうございます。